ガラスのクッピーチャンネル、ハシブとガラスのクッピーと保護主レンです。はい、というわけでですね、今日は札幌ガラス研究会中村真希子さんから、なんとすごい巨大な、真希子さんそんな鳥にまでというね、まあ、あの真希子さんのツイッターとかをフォローしてる方はね、もうご存知だと思うんですけども、そちらの動画が届きましたので、まずはご覧ください。ご覧ください。はい、というわけでアオサギですね。うちの近くにもアオサギのコロニーがあるんですけども、敷地内に飛んできた時にはもう本当に大きくって、なのでね、あのサイズを保護するって本当大変ですよね。でやっぱお魚とか食べる子たちはね、糞の匂いとかも大変、やっぱり魚の腐敗臭がするので保護は大変ですよね。あのアオサギさんは足を、片足を骨折してたということで、ワンワン獣医さんで手術をして、足にピンを入れてね、処置をして、で包丁をしたということでした。本当であれば、まあ、怪我がちゃんと治るまで保護できるのが一番なんですけども、まあ、野鳥の場合はやっぱ警戒してご飯を食べなかった、自分でねご飯を食べなかったりとか、あとはやっぱり緊張とかね、ストレスで逆に弱ってしまうということもあるので、まああとは自然のね注力、生命力に任せるということでね、包丁するケースが多いです。で保護主レンもですね、以前こちらのカンムリカイツブリ、こちらをね保護しまして、まあ、野鳥が見れるね行徳の野鳥観察者さんに連れて行ったことがあります。片道車で2時間半とか、なんか3時間近くかかってちょっと遠かったんですけども、餌のワカサギだって手に入らないしね、ゆくーちゃんで足骨折してたので、その処置とかそちらにお任せしました。はい、というわけでこちらのアオサギくんの給餌の様子の完全版の方は、ぐーちゃんまだ終わってない、ぐーちゃんもう一回来て